日本各地で連日猛暑日となっています。今日も福崎町で県内の最高気温37度ちょうどを記録しました。厳しい暑さに本当に注意が必要です。で、気象庁はこの先まだ2週間ほど猛暑は続くとして熱中症の予防を呼びかけています。私たちにできることなどを専門家に取材しました。西日本豪雨から一転、連日各地を猛暑が襲っています。今月20日には豊岡市で 38.9 度とこの日全国で一番の暑さを観測。23日には埼玉県熊谷市で国内最高気温を更新する 41.1 度を記録するなど、今月22日までの1週間に全国で熱中症で 22,647 人が搬送され、65人が命を奪われています。気象庁は命の危険がある暑さで災害と認識しているとしていて、猛暑はこれからまだ2週間ほど続く見通しです。今年の温度というのは、我々こういう専門家からすりますとちょっとやや想像を超えている状態になっていると思います。長年熱中症対策に取り組んでいる専門家も今年の状況に強く警鐘を鳴らしています。熱中症というのは、環境の温度湿度が高くなったために体の体温が上がる状態を言います。汗が出ていくと体からどんどん液体が減りまして、脱水症になり、脱水症が進むと汗は出ないし、変な話、尿も出なくなると、そういうような最悪の状態に向かいます。命の危険に直結する熱中症、服部教授は予防の重要性を訴えます。熱中症は体温が上がるということでしますので、体温を上げないようにすると、それであればやっぱりクーラーを効かした部屋で体温を上げないようにする、それでももし体温が上がり始めたら汗をかいて体の液体を失いますから、汗は口に入ればしょっぱく感じられると思います。すなわち水そのものがだけで失われてるんじゃなくて、水プラス塩分が失われてるという意識を持っていただくと、補うのは水プラス塩分だということになります。例えば汗の変わるものであれば、経口補水液という水と、ミネラルと塩分を含んでいるものを補ってほしいと思います。熱中症には軽い1度、中ぐらいの2度、重い3度とあるんですけども、3度で救急車は遅すぎますので、ぜひ2度で搬送依頼をしてください。すなわち2度とはどんな状態かというと、非常に頭が痛い、吐いてしまう、集中力が低下する、そして異常な脱力感、この時点で救急車要請をぜひお願いしたいと思います。早めに対応する、ならないようにすれば死なないのです。熱中症は本当に今年はもう死に直結している状況に入っているということで、ぜひ注意していただければと思います。